ポルトゥカーレ博、エンリケの日。カスティーリャオアルフォンソ6世と、愛称ヒメナムニョスの間に生まれた諸子。1094年、レコンキスタに参加して、イベリア半島へ来ていたエンリケと結婚した。ポルトゥカーレ地方は、彼女の持参金の一部で、それによりエンリケは、ポルトゥカーレ博となった。最初、夫エンリケは、アルフォンソ6世の進化であったが、 アルフォンソ6世が1109年に亡くなり、着女の裏賀が大いに着くと、領土拡大の野望のために、レオンに侵攻した。エンリケは1112年に死に、テレサは自身と子供たちの保身に努めた。暴婦との間の息子、アフォンソ・エンリケスが白霊を継承したため、テレサはまだ幼いアフォンソを貢献した。彼女は、摂政として、白霊の支配に当たったが、 モンデゴ川から遠くないために、ムア人の再征服に脅かされた。1116年、領土拡大の野望は息子、アフォンソに引き継がれ、テレサは、イボイモーと裏カと戦った。ポルトゥカーレ、レオン領国軍は1120年に、再び開戦した。1121年、テレサは包囲され、カストロデランホソで拘束された。これにサンティアゴでコンポステーラ、 ブラガの領大司教が仲介に入り、和平が交渉された。テレサは解放されたが、ポルトゥカーレー白は、レオン領になった。テレサは、アフォンソが青年に達しても、白領支配権を取り戻そうとした。5年以上、彼女は、愛人のトラブハク、フェルナンドペレスと、豪勢な暮らしをしていた。これらの振る舞いが、アフォンソや、外国出身の十字軍参加者である。 貴族ら大多数の離反を招いた。1128年、申請を宣言したアフォンソによりテレサの軍は、ギマランイス近郊で打ちまかされ、身柄を拘束された。テレサは身分を剥奪され、ガリシアの修道院へ入れられた。ありがとうございます。